家に行って暇だし、フェアリング行きたいんで、ちょっと掃除をしてみようかなと思います。ちょっともう周り悪いね。止まっちゃう。ってことで、そうだね、やっていきます。必要なツールとして、道具、トラック、ウィールとベアリング端ね、ツールとオイル、ベアリングオイル、あとそのベアリングをきれいにするために使う、リムが汚れ落としみたいな、これスノーボードのワックス取るやつなんだけど、多分大丈夫だろうってことで、これとあとはキッチンペーパー、汚れ取るためで、スプレー振るんで、一応なんか適当にあった板を使ってやっていきます。じゃあ最初にベアリングを取っていきましょう。じゃれじゃれしてる。この時にね、よくこういうワッシャーとかなくしちゃうことが多いから、ナットとかなくさないように気をつけて外してください。はい、取れました。で、この時にこのトラックのここウィールがついてるところと、汚い、あー汚いんですわ。ここを一応拭いといてあげた方がいい気がする。これ超汚い。でね、次にこのウィールに入ってるベアリングを外していきます。道具ガチャンってやつ持ってればそれ使えばいいんだけど、ないときはこのリスに片方のベアリング刺して曲げると結構スルッと、まあ、たまにね力強くないとダメな時もあるんだけど取れるんで、こんな感じで取っていきます。拭いてね、これを全部の超汚ね。これを、まあ、ある程度ちょっと最初こうやってゴミを取って、したらまあ本当パーツクリーナーとかを使ってシューッと。これはスノーボードのワックス取りなんだけど、まあ一緒の効果あると思うんでやっちゃいます。
がすげえ溜まってる。ベアリングの掃除普段しないから全然わかんねえよ。何回かした、しかしたことないね。綺麗になってきてんだけど、ちょっとした砂とかが結構入ってるから、そういうのをできるだけ落とすように。そんでついでにこのワッシャーたちもこの余ったここで拭いて綺麗についでにしようと思います。さてベアリングの掃除も終わったんで、どれだけ綺麗になったか。怖くない。部品が見えるようになった。こんな感じで結構綺麗になりました。拭いてももうこれしか汚れ出てこなかった。じゃあこっからまた組み上げていくんですけども、その前に、この状態でもね、さっきより全然回るようになってるんだけど、ね、このまんま使っちゃうと結構壊れやすいので、このオイルをベアリング用のオイルを使います。でこれはブロンソンのやつですね。俺の使っているこのベアリングもブロンソンのローってやつなんで、一滴一滴に対して一滴ずつ、垂らしてちょっと手でなじましてあげる。その基本ベアリングね、消耗品だからいつか替え時が来るんだけど、まあでもこうやってメンテナンスするとね、長持ちもするようになるからね。ちょうどステイホームな今は、ね、家で暇してる人も多いと思うんで、ちょうどいいんじゃないかな。
俺もそれでなんとなく今やってるし、かな。じゃあこれで戻していきましょう。そんで戻すときはベアリング外側と内側っていうのが一応いろんなベアリングも大体分かれてるんだけど、一応外側を最初したトラック側でウィールをはめて、ここでグッとあの地面とかにギュッて、でちゃんと奥まで入れること、こうやってぶれないように、それをまたもう一個です。で元に戻りました。これがねこう斜めとかになっちゃうとこんなになっちゃうから、でもう一個入んないからちゃんと平行に奥まで、で一応全部つけた後に一個ずつこう斜めとかについてないかなってチェック、ちゃんと回るかなと、OK だね。じゃあ今から元に戻します。結構回るようになったね。うん、これで完成です。ちょうど今ステイホームな時なんで、まあ、リムーバーがない人は、まあ、ホームセンターとかにあのパーツクリーナーって言ってるんだけど、そういうの使ってもいいし、なんか灯油とかでも多分できると思うし、でオイルはまあベアリング用がいいと思うんで、なんだっけ、ネットとかでね探してゲットするといいかな。まあ、パーツクリーナーもネットか、まあ、あとこのツールがあれば大体できるんでだね。まあ、せっかく家にいてね、ゴールデンウィーク何もすることないって人とか、この機会にベアリングを掃除してみてはどうでしょうか。では